大体3メートルくらい、2メートルくらい、うん、でかいね。大きいです、うん、大きい中に何か書いてありますか。回答して全面的に明るいレモン色のなんというか渦巻いてる形と、うん、印象として「笑っちまったゴッホ」っていう題名なんですけど、笑ってるその口の開いたところとか目とかが、口とか目とか顔ですね、顔なんだけど顔に見えないような抽象。顔じゃない、顔じゃない、馬蹄みたいな、なんか馬の蹄みたいなのが、馬の蹄かわいい、馬の蹄みたいな、馬蹄、馬蹄、顎のあたり、顎のあたり見えます？U字のものがあって、スプーンみたいな、音符みたいなものが目のように、あ、曲線と渦と、あと微妙に色が違ったオレンジが配色されていて、どうでしょうか。違ったオレンジ。違ったオレンジ。親指みたいに見えます。え？親指。全体を引いてみると親指に見える。親指を見た時にこっち。どっち側？左手の親指を。親指をこう引いてみた。指紋が。あ、そう、指紋がぐちゃぐちゃって人によって違うじゃないですか。ああ。それをね。なんか抽象的にまとめちゃった感じ。なるほど。親指ね。なんていうのかな。うんと、カテゴライズされてる。カテゴライズ。カテゴライズ。何ジャンルはね。その中の模様がね、それぞれ違うんです。チェックだったり、点点点だったり。あ、ゴッホ。ゴッホのタッチってこういうこううじょうじょっとしてるのとか、うん、あの点点描でこう渦巻いて太陽の周りをこう回ってるとか、うんうん、その空間にこうタッチがこうなんていうかこうぐるぐるしてるっていう感じなんだけど、でもこうガンと見えるのはその親指的な形態っていう。ゴッホのタッチで親指を描いちゃったかな。でゴッホのひまわりの色ですね、真っ黄色、真っ黄色、全部真っ黄色だからよく見ないと、その全部が黄色だから渦巻いてるのとかチェックとか横の点々とか縦の点々とかも引いてみれば分からないけど、寄ってみるといろんな模様でカテゴライズ、黒い線でカテゴライズされてはいる、うん、笑っちまったってことはなんかのちょっとパロディみたいな気持ちなんでしょうかね、ゴッホをパロディ化するみたいな、なんか題名とぴったりく、なんか笑っちまったっていう感じ、すごい、うんうん、頑張らないと顔に見えない親指なので。顔に見えない、顔に見えないですよね、多分。じゃあ例えば皆さんが勝手にタイトルつけるとしたら何てつけますか。親指くんとか。今日も元気でご飯がうまい。ついてる感じします。黒い点々が口の周りについてて、口の周りについてんだ。ご飯をこうこぼしちゃって口にくっつけちゃってる、このように。なん
多分。でもすごい私はこの断面がぴったりだなって思います。笑ったゴッホでもなく笑っちまったっていうのがぴったりだなって思う。でもなんか今お二人が勝手につけたタイトルもなんかユーモアがあるタイトルでしたよね。ユーモアがあるんですよね、きっとこの作品自体に。その笑っちまったっていうタイトルもそうだし、なんかユーモアを感じる。ね、ドロドロしてないし明るいし、ゴッホだけど明るいし、ゴッホだけど明るい、だから悩みはなさそうな感じですよね。だからなんか明るいから、ね、近づいていったら能天気なゴッホか、じゃあ能天気な感じがします。能天気な、ありえないんじゃない、じゃあありえない。だってゴッホだと能天気ってありえなさそうだからなんかすごいひねられてる。なんかね、そうかもしれないです。なるほどね。